どうも、今はですね、兵庫県はどこ？道の駅の敷地内にある花カフェかな。来てまーす。結構ちゃんと綺麗に咲いてる花。めっちゃ綺麗で、ちょっと今パフェ食べてね。美味しかった。食べさせていただきました。そんなことはどうでもいい。今日はですね、僕たちが今乗っているキャンピングカーのメリットとデメリットを発表したいと思います。はい。今ね、軽トラにシェルを積んだ感じのキャンピングカーに乗ってるね。はい、シェル型タイプの軽キャンピングカーのメリットとデメリットを発表したいと思います。はい、まずメリットですね。まあ他の動画にも上げてるとは思うんですけれども、他の軽キャンピングカーに比べると圧倒的に安いというところですね。はい、はい、同じような装備オプションつけても圧倒的に安く済む。そうですね、はい、もう間違いないと思います、うん、それはまあ特に軽トラとか持っている方は、うん、さらに安く手に入るんじゃないかなと。車がいらんから、上の部分だけやからね。あとね、 DIY 自分でするとかいう人やったらなおさらもっとね、確かにもっともっと安くなると思う。まあ買うところによって値段も様々でやし、うん、オプションとかも様々やから、うん、一概になんとも言われへんけど、うん、普通にキャンピングカーを買うよりは安いです。とにかく安い、はい、全然違う。はい、次はですね、軽のね、うん、その走行性的なものが入ってるんですけど、うん、まあ、細い道を行ける。あ、確かに。小回りが効く。っていうとこやね、うん。もうこれすごい、ほんと便利やな、うん。なんか田舎のね、田んぼの間の細い道とか、うんうん、大きい車やったら行かれへんよなって思うこととかが多い。わかるわかる。あと、そういうところで切り返さなあかんとか、バックで戻るしかないよね、でっかいのやったらっていうのが結構あるよね。だいぶ、そういう部分の小回りの効くんとかは便利やね。すごく取り回しがいいというか、うん、すごく楽ですね。続きまして、とにかく立てるということですね。はい、これはでかい。これマジででかい。これほんまに普通に生活するのにバンライフとかしてる人とかやったら、うん、多分わかるかもしれないけど、車の中で立てない、ずっと立てないって結構だんだんしんどくなってくるもん、ね。うん、座りっぱなしってやっぱね、うん、だからそこはやっぱりシェル型にしてて、うんうん、やっぱ良かったなっていうのはほんまに思う、うん、着替える時とかもそうやし、まあ、俺朝起きてからおーっていうの、まあ、手はさすがにここは無理やけど。いやでも座っとったらできるからね。まあ、座ってたらできるよ、うん、全然できるし、うん、中長期的に旅行に行ったりする人にとってはこれはかなり大きな違いになると思う。めちゃくちゃ便利やと思います、うん、ほんまにそこがほんまの一番のいいとこかなと思うよね、うん、だからポップアップ式になるってなっても展開しなかったら低いからね。そうね、うん、そこはやっぱり常に天井が高いっていうところのメリットかなと思う、ね。もう入った瞬間からもう家のように普通にまっすぐこう立って歩いていけるから、うん、そこがもうほんまにでかいね。でかい。はい、続きまして、シェルで車と部屋部分が分かれてるっていう、うん、ところで、うん、エンジンの熱が部屋にこう伝わってこないから、あと運転席の暑さとかが、うん、やっぱあれってどうしても車の部分になるから、うん、そこが熱いやん、うん、断熱が入ってないから、うん、でもシェルはやっぱ車と部屋が別になってるから、うん、確かにね、断熱がこう完全にされてて下から抜くのも経えへんし、うんうん、まあ、逆に冬はそれが良くなるかもしれんけど、うん、基本的にはこう一つの部屋として隔離されてるのがいい。あ、確かに、うん、そこはやっぱ車じゃなくてほんまに家みたいな感じで、はい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 、その断熱に関しては、そうだからほんまにその車が暑かろうが寒かろうが、うん、もう一定の温度を保ってくれる、ね、ある程度はね、うん、まあ、暑い時は暑いけど車のイメージでシェルなんかパッと入ったら涼しいってなるもん、ね。それは全然違うと思う。やし夜とか寒い時中入ったあったかいってなる。ああなる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 、だ一定の気温、うん、そうね、過ごしやすい感じに、うん、ある程度はやってくれてるのはすごくいいと思います、うんうん、はい、あと1個思ったのは、うん、シェルと車を離せるからどっちかを変えることもできる。そうやから新しくシェルを作りたい、うんうん、だったら車も今のやつ使えばいいし、はいはい、逆に車をアップグレードさせて、はいはい、もし故障したとかってだったら車だけ変えたり、はいはいはい、確かにね、そうやね、だから軽トラやったら基本的にはね規格は一緒やから、うんうん、よっぽどこう古いやつとかじゃない限りは、うん、全然変えたりチェンジができるっていうのはでかいね、うんうん、でかいと思う、それは思います。俺らみたいにずっと出てるわけじゃなくて週末だけとかに使う人の方が向いてるかも、もともと軽トラ持ってたりとか仕事で軽トラ使うっていう人にはよりいいよね。いい全然、正直軽キャン買うんやったらシェル買った方が絶対お得やなとは思うね、うんうん、結構遭遇するしね、軽トラ持っててキャンピングカー欲しいんやけどこれのありやなっていう人に結構遭遇する、話しかけられるもんね、うん、そういうのはね、それはいいと思います。で最後ね、うん、収納が多い。そうね、他の軽キャンピングカーに比べてシェルじゃないやつね、うんうんうん、シェルじゃないやつやったらポップアップありきやから、そこのバンク部分がないから、 そこの収納とかスペースが確保できるっていうのはかなり大きい、うん、そうだから俺いつも思うんが、軽キャン乗ってる人って布団とかどうしてんのかなと思う。
あなんか、うん、ちょっと聞いたんは、うん、もうそのまま寝てるか、うん、布団は引いてるけど置く場所なくなって常にお座敷スタイルとか畳んで端に寄せてその上に座ってるとか。あなるほど、まあまあそうなるわね、うん、だって置きっぱなしにしてたら畳まれへんしと、うん、ずっとちょっと想像するあれどうしてんのかなとか思って、うん、その分だけでまあ言うたら収納が違うよね。 そこの部分も、うん、はい、ということでね、当然いいことばかりではございません、はい、俺らが感じたメリットデメリットやから、うん、他の人やったらどうかちょっと分かんないですけど、うん、使ってみてやっぱ思ったところです ね、 そうね、ちょうどこの今の時期に重なるんやけども、うんうん、シェルにしてて一番これは大変やなと思ったのはやっぱ雨です。シェルと運転席、うん、行き来ができないから一回外出んとあかん煩わしさ、うん、晴れてる時とかは正直俺はあんま何も思わへんけど、うん、確かに雨の日がね、大雨の時つらい、ほんまにきついよね普通の車やったらドアちょっと開けて傘こうやってパカって開けれるやん。そんなに濡れずに行けるし、うんうんうん、乗る時も一緒やけど、うんうん、分かる分かる、シェルの上の部分があるからそれができへん、開かへんね、伝わるかなこれ分からんと思う開かへんし、普通の家の玄関と違ってフラットじゃないから、うん、俺降りなあかんわけやんか。そうね、段差があるから、ね、そう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 、うん、結構な段差があるから、うん、こう言うたら玄関のところに座って靴履いてでその間傘どないすんねんってなるやつなその間に濡れるし、こっちから雨降っとったら全部中入ってくるし、そう結構風向き大事よね、うん、雨のまずこう乗り降りが大変っていうのがあるね、うん、そこはね、うん、でまあ他のキャンピングカーも共通するかもしれんけど、ねうん、こう窓がその風向きによってこう雨降ってると開けられへんね、もう大雨降ってたら両方開けれんがもう蒸し暑くなるよなこの時期はね、結構きついな、もう扇風機回すしかないし、うん、こう横開きの窓は雨が入ってくるリスクはあるし、ね、たまにこう垂直というかここを開くやつある、ね、例えば横の駐車場、うん、枠やっぱ気使うやん、こんな出てて狭いとことかやったらなそうそうぶつかったりとかするし、そうそう危ないから、ね、歩いてきてる人にバーンってぶつかったりとかもあるから、うんまあ、そこはもう出ちゃってるからこっちは悪くなっちゃうからね、うんまあ、メリットデメリット両方あるから、うん、ここは難しいところなんだけど、ねまあ、俺らはこれやからこれはもう雨の時マジだるいだからちょっとだけ開けるとか ね、まあ、あの網戸がちょっとうつらあの何網戸がもうならへん、こう網戸がこう網戸が出ないぐらいだけ開けとくの。そうね、で入ってきても大丈夫やろ、ちょっとタオル引いといて、そうそう、もうそんなんしかできへんから。そうね、換気扇がねちょっと強力なんとか、あそうやな、ちょっとなマックスファンみたいなとかがついとったら、うんうんうん、あんま気にせんでいいかもしれんな。そうやね、確かに部屋の大きさの割にはちっちゃいかもね、換気扇が、うんうん、あんまりにも排出力がちょっと小さいから、うん、雨降ってない時は後ろちょっと開けて網戸してとかで空気出したりとか、うん、外に向かって扇風機回して、うん、中の空気出したりとかはするけど、うん、そんなんやな、そんなぐらいしかできへんからな、うん、ですね、まあ、そこがデメリットがね、やっぱ雨ですね、雨、うん、雨でいいか、はい、でもう一つはさっきの走行の部分と共通してるけど共通してない部分で言うと、うん、軽だからこそ、やっぱ重たいというか、うん、遅い。走行性能の動画見てもらったら分かると思うけど、ね、とにかく遅い。そう、坂道になるとボーっていう、うん、やっぱこう後ろの車にすごく気使うというかね、うん、山道走ってたらそんな、まあ、交通量もなかったりとかして、うん、ちょっと坂になったりとかしてブーって遅くなっててもあんま気にはならへんけど、やっぱ国道とか走ってたら、うん、こう横に避けててもバンバン行くから、うん、そんなことしてるキリがないよね、うんだからこうある程度な工場少なかったらどくけど、じゃないとな迷惑かかるし、だけどどうしてもねこうちょっとした上り坂でも、うん、もう明らかスピード落ちるし、そうね、普通には走れるけど急いでる人にとってはなんか遅いってなる感じ。いや全然なると思う、全然なると思う。いや俺全然想定速度内で走ってるし、うんうん、からそうそうそう、だから別に普通には走れんね、そうそうそう、走る普通には走れるけど、うんね、やっぱりね、まあ、流れに乗られへん、そうね、っていうことがたまにある ね、うん、上り坂、まあ、下りは下りでスピード出すぎて怖いしな、怖い怖い、ゴロンゴロンにしても、まあ、常にエンジンブレーキを効かしてね降りるようにしてます。そうね、まあ、そこは気遣いながらやるしかないからね、やっぱシェルが積んであるから高さです。そうね、これね明確にね、例えば立体駐車場 2.1m までしか入れませんとか、無理やね、ああそんなんはね、もう 2.5m やから見て分かるからええやん、うん、普段走ってる時でも気遣わなあかんとか結構あるのよ。たまにあるね、普通の道合わせどうしてもこうね木の枝が少しピョッとこうあるね、山道のところ出とるんですよ、道路の方にピョッて、そうそうそうこれがまあまあ気使うね、高さがある分バンクの部分に枝がピシッて当たりそうになる、当たりそうになるあともう一つはその青空駐車場に入る時のあの微妙な高さの屋根、そう駐車券取るところのね、そうそうそう、あれだからちょっと離れて取っても運転席から降りてこう取りに行くからな明らかにビャンって出てるやつやったら入られへんなってなるけど、微妙に出てるやつがあんねん、これ意識せんなも分からへんけど民家の軒先みたいなのとかちょっと出てる屋根が油断してまうから一番怖い、
はい、ああいうのはねほんまにが気ぃつけて常走ってて意識しててもちょっと気抜いちゃう時とかね、そうそう、ああちょちょちょ歯ついたとかいう時に不意に現れる出っ張りがね、そう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 、あれはねほんまにもう立柱とか高架とかはもう見りゃ分かるし、うん、書いてくれてるからいいねんけど、それ以外のね、うん、ところをちょっと注意せんとあかんなとは思います、うん、確かにね、これほんまにあの普通の乗用車乗ってる人は相当意識せへんから絶対どっかぶつけちゃうからね、あそうやと思う、うん、逆にトラックとか乗ってる人は、うん、乗ってた人とかやったら意識できると思うし、やったら大丈夫やけど、そんでもそんな人少ないからね、まあ、そうやな確かに割合的に言うとね、ブレーキも当然効き悪くなるからね、空からよりは積んでる方が重たくなる、まあシンプルに注意して運転してたら、そう、ね、特に問題はないとは思います、うん、まあ、高さだけはほんまに思ってる以上に意識しないとこう見落とすところが結構あるっていうことね、そうね、はい、結構走行の部分でデメリットが多いっていうのがあるんかな、俺らは実際使い勝手的にはなんかそんなことも少ないかもしれないね、うん、あとはまあ風に煽られるとかそんなもそうなの、普通の車よりは全然煽られて、うんうん、正直まあ下道走っててねそんなないけど、まあ、そんなにないね、高速とか乗ったらちょっとあるな、うん、かなり、うん、横にでっかいトラックビョンって通ったりしたら、それちょっと怖い、うわってなるもん、なるな、なるな、そこら辺はでも多少は慣れもあるかなと思うけどね、そうやな、うん、まあ、こういうもんやと思ったらこういうもんやし、うんうん、別にまあ気にせえへん人は気にせえへんし、うん、俺はまあもう気にせえへん、だからってほんまに吹っ飛んでいくわけじゃないしねまあそんなもんですかね、うん、まあ、現状まあ自分らはまあ4月の末からってこう、まあ、2ヶ月半ぐらいか、うん、まあ、今のところはこんな感じやね、こう癖も分かってるし、うん、まあ、シェルの中もね、うん、ある程度自分たちのこうルーティーンというか、ついたらまずこうしてこうしてとか、うん、っていうのはしてますね、まあ、大体は慣れの面が多いけどね、まあ確かにな、慣れ、まあ運転とかに関してはそうやね、うん、慣れの面が多いけど、うん、やっぱ雨の日がやっぱ大変、もう梅雨の時にちょっと痛感したな、うん、結構きついなっていうのは、うん、でもある程度はこのキャンピングカーでも一緒かなとは思う、まあ、まあそうかもしれんね、うん、確かに、まあ車でもそうやからな、うん、乗り降りするのにまあ傘はやっぱみんな大変やからな、うん、シェル型は多分それ以上にちょっと大変かなと思うね、うん、確かに、うん、キャンピングカーはだって運転席からあの直で行けるっていうのはやっぱそこはやっぱメリットやと思うからね、そうね、雨の日に忘れ物した時が一番最悪だからどっちが取りに行くってだろうそうですね、確かにね、それはまあ大体はあのフットワークの彼マキちゃんにお願いしてるねかあの後ろのところから無理やり、あそう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 この人やったらもうなんかいけそうやからな、普通にいけるやろ、頑張ったらいけるかもしれへん、普通にいけそうやもんな、俺は無理や、絶対無理お腹が使えるだから任せるんですよそこはね、はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか、動画に載っている以外の旅の記録は、Twitter、Instagram を見てください、はい、はい、概要欄から見れるんでよろしくお願いします、ということでまた次回お会いしましょう、さようなら。